皆様おはようございます。コーヒーを入れております。ちょっとなんかお迎えがね来てるみたいな光の加減になってますけれども、まだまだ行きません。今日はですね、普通の日です。ワンちゃんと娘と私で過ごしてるいつも通りの普通の日に、何食べてるかなとかどんな感じなのかなっていうのを撮ろうかなと思って動画を回してみたんですけれども、何食べるかは特別なものは出てこないっていうところだけはちょっと先にお断りしておきます。とりあえず夜はですね、下味をつけておいた唐揚げとサンマを解凍しとこうと思います。もうこれで夜ご飯は大丈夫なんですけど、朝からねワンちゃんと娘はですねご飯食べたんですけど、私はねちょっと食欲がないっていうか、お腹減ったら食べるみたいな感じにしてますので、今はちょっとコーヒーだけでいいかなと。マックが250円でポテト ML やっとるでしょう。もうやっとるでしょう。 CM でバン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 流してきて、聞いたら食べたくなるじゃないですか。もう聞いたらですよ。なので今日行っちゃおうかなっていうふうにやっぱどうしてもね思っちゃってるんですよ。今日はですね、結構イージーデーでして、というのも明日娘が一時保育に、半日なんですけどね、4時間行くので、なんかとりあえず明日私お休み気分ですと。育児ってゴールがないのが永久にっていうのがきついんですけどね、やっぱ預けるとですね、そこが一旦区切りのゴールになってくれるので、とりあえず明日送り出せばいいっていう風なねことができますので、明日はその間にやりたいことをやればいいので、今日やりたいことっていうのはやらなくていいんですよね。もう一切やらなくていいんですよ。なのでとても今日は心が軽うございます。もう買い物にも行かなくていいし、行かないといけない状況ではあるんですけど、冷蔵庫自体は。でも明日があるじゃんっていうね、明日があるさっていう、ボックスステップをこう踏んでやりたいぐらいのね、明日があるさっていうやつですね、あれを踏んでやりたいぐらいの気持ちで今日いるんですよね。とりあえず今日はもう食べたいものを食べて、もう趣旨が変わってきちゃってますけれども、食べたいものをね自由に食べて、あと散歩にさえ行ければいいかなっていう、という素敵な日ですね。皆さん動画にですねたくさんコメントいただけまして、たくさんの方が見てくれてですね、本当に嬉しく思っております。それと同時に、こんなやつがいるっていうのがちょっとバレてしまうのはどうなんだろうっていう気持ちもありますが、まあこういうやつもいますよということで、やっていきたいとは思ってるんですけれども、本当にですね、私は面白いって言われるのが一番褒め言葉なので、面白いっていうふうに言っていただいて本当にありがたいです。現実世界だとですね、なんて言うんですかね、もうそこまでみたいな感じにやっぱどうしてもなってくるわけですよ。日々探索みたいな感じでですね、やってるんですけれども、夫の愚痴なんかも皆さんに本当聞いていただいて、もう本当に心苦しゅうございますが、もう嬉しい限りでございます。で、夫はですね、愚痴だったりとかっていうのは出すだろうっていうふうに思っておりますので、今もですね結構言ってるよみたいなことは私は言ってるんですけど、自分は動画は見ないから、絶対見ないから、逆に謝られるとムカつくっていう風な感じのこと言ってますんで、もっと言ってやろうかなと思ってます。ご本人様から了承が出てます。なのでモノマネも本当はやっていいんですけどね、トップスピードでやっていこうかなっていう風に思っておりますが、手始め程度にちょっと夫の性質じゃないけれども、ちょっとお話ししたいと思うんですが、牛乳を入れさせてもらっていいですか。今日珍しくですね、10時半の時点で私ちゃんと着替えてるんですけれども、だいたい散歩に行く昼過ぎまではパジャマなんですけどね、ちょっと今からすごい汚い話と意味がわからない話をしますので、ちょっと心して聞いていただきたいんですけれども、昨日ですね夜ワンちゃんが肛門汁っていう言葉をね聞いたことがない方は本当すみません、何なんだって感じなんでしょうけど、ワンちゃんって肛門腺に汁が溜まるんですよね。それがうちのワンちゃんはですね、トリミング、すいません、こう形までやっちゃって入れちゃってすみません。うちのワンちゃんはですね、シャンプーに出した時に一応絞ってはもらってるんですけど、このフレンチブルドッグっていうね犬種自体ですね、絞るのが結構大変らしくて、本当な肛門に指突っ込んでやらないといけないみたいで、だからちょっと調子悪い時は動物病院でも見せるんですけど、動物病院の先生もね2人ぐらい、なかなかみたいな感じだったんですよね。なので多分ワンちゃんは自分のタイミングで擦りつけたりとかして出すタイプだと思うんですけど、それがちょっと昨日の夜ですね起きま
ましたと。ソファーにカバーをかけてるんですけれどもね、そのソファーのカバーについてしまったと。でその替えのカバーがあるんですけれども、替えのカバーは洗濯をまだしてなかったので帰れなかったわけですよ、夫がですね。でそれがやばいと思ったんでしょうね。自分が会社に行った後に、まあ、私とワンちゃんと娘がソファーでバーってやってるところに LINE が来まして、すまないと、そこには肛門腺の汁がついていると。わかるんですよ、臭いんですよ、あの魚の匂いみたいなのがしますので、なんか煮干しかなんか落ちてるのかなって朝から思ってました。そうなんだねと。まあ別に怒らないですよ、もうしょうがないです、もう替えのカバーはねなかったので、替える時にソファーもね綺麗に拭いてっていう風にやりましたと。ワンちゃんがですね、夜中バタバタ暴れていたのを私も2階から聞こえてまして、やっぱりね、ワンちゃんがね、夫に対して怒ってるんですよね。それは私わかるんですよ。夫は気づかないじゃないですか。私もワンちゃんと同じ気持ちなんですよね。ワンちゃん的には、こいつ何もしてねえじゃんって多分思ってるんですよね。一応帰ってきて、まあ、娘の面倒を見たりとか、皿洗いとかをしてくれるけれども、結局ワンちゃんに対してのケアが全然できてないので、ですぐ漫画見ながら寝るじゃないですか。多分ワンちゃん的には、なんだよと、今までの、なんだよって多分思ってるんですよね。で昼間はですね、めちゃめちゃおとなしいんですよ。私はいつものようにケアしてますので、だから多分ワンちゃんは夜中に暴れるのは夫への復讐だと思うんですけど、まあそれはゴーゴーっていう感じなんですけど、そのワンちゃんがですね、なんでこんななってんのかなみたいなところを私はね考えたりすればわかるんですよ。でいろいろ試したりもしますから、皮膚が悪くなったらこれはどうかな、漢方飲ませてみようかな、腸活してみようかな、甘酒飲ませてみようかなとか、いろんなことやるわけですよ。でもね、夫はねそういうの一切やらないんですよね。まあ、私がやるからやってないだけだと、私がいなかったらやるって言ってますけど、それはないですね、それはないです。一番やらないやつの言い訳パターンを言っちゃってますからね。多分ですね、今ワンちゃんは肛門腺よりかはですね、尻尾が乾燥しててそれが痒くて床に擦りつけたのと同時に肛門腺の汁出ちゃったパターンなので、肛門腺にはいくら注目しても多分解決しないんですよね。だから私は朝から保湿クリームを塗りまして、ワンちゃん機嫌いいわけですよ。真面目なんですよ、めちゃめちゃ。もうとても真面目なんですよ。例えて言うとですね、カラーボックスあるじゃないですか、3段の。あれを組み立てるときに説明書を見るぐらい真面目なんですよね。あれってですよ、もう全部がついだし、裏表ぐらいしか見なくていいやつじゃないですか。板をどういう風に説明書って私はね思っちゃうんですけど、分かってると、分かってるけれども説明書を見て作った方が効率がいいっていう言い分なんですよ。確かにすっごい真面目だなっていう風に私は思っております。もうこれもう一個いいですか。もうほんとすいませんね、ドトールのおばちゃんみたいにもう一個もう一個あと一つあと一つってみたいな感じになってますけど、玄関の鍵ですね、玄関の鍵が綺麗に回らなくなってきたというか、ガチャガチャって詰まるようになってきて、それは玄関の鍵を持ってる夫も私も私の母も全員感じてたんですよね。だからこの時点で鍵じゃないじゃないですか、この鍵の方じゃないじゃないですか。3人同時に摩耗するとかないじゃないですかね。ただ夫は1回鍵じゃないかって言ってくるので、3人同時に鍵はないんじゃないかと、鍵穴の方じゃないかっていう風にね誘導してたんですけど、私的にはねそういうのって夫の方が詳しいだろうと思ってたので、鍵をね分解して中を掃除とかしてほしいわけですよ。最初の1回目はですね、やっぱ中に砂鉄っぽいのが溜まっておりまして、できない原因になったと。やっぱ砂とかもね中に入ったりするとそういう風になりますってネットにも書いてあったので、最初の一発目は夫に分解してもらって事なきを得たわけですよ。すぐ回るようになって。ただですね、1ヶ月ぐらい経った時点でまた回らなくなってしまって、ただ夫はもうまた砂と砂鉄が溜まったと。ちょっと待てよと、1ヶ月でどんだけ鍵回すんだっちゅう話ですよ。そこまで6年ぐらいかかって、1回掃除しての1ヶ月後にまた砂鉄と砂だって、おかしいでしょ。うち鳥取砂丘に家建ててんじゃないんですから、砂がそんな入るわけないでしょっていうのを言ったんですけど、一応突き当たりの家なんで風が全部ここに来てるというわけですよ。もうびっくりしません？風が一回、まあ、全部風がうちに来たとしましょう、風がうちに来たとしましょう。ただですね、砂がそこに入ります？鍵の穴にスーッと。いたずらでしょそれ、入ってたら。
近所の子供のいたずらでしょう。でね、また2回目意気揚々と掃除しまして、その時も一応治ったんですけど、これまた1週間後ですよね。また周りが悪くなって、私はねもう気づいておりました。1回目の周りの悪さと2回目3回目の周りの悪さがちょっと違うっていうので、1回目はね引っかかってる感じで、2回目と3回目はですねちょっと上下にしないと開かないみたいな、なんかもう家でピッキングやってるみたいな感じになっちゃってたんですよ。自分家泥棒みたいな、私もお母さんもこんな感じで、こう開いたみたいになってて、もうこの話ね誰にもしてないんでちょっとヒートアップしちゃいますけど、3回目はもう夫に言いませんでした。もう自分でやろうと思って YouTube で調べた、何でも YouTube は出てきますから、こんなおばちゃんも出てくるぐらいですからね。一回全部分解して、もうゴミは入ってないですよ、砂も入ってません、ここは鳥取砂丘じゃありませんし、組み立てる前にね鍵を入れながらするみたいな特殊な技みたいなのを鍵屋さんがね上げてたので、それをやったら、その事件からもう今1年ちょっと経ちますでしょうか、何事もございません。天然なんですよね、言うたら面白いんですけどね。ただその勘に触るともうバチクソムカつくっていうところになるだけで、いい性格してるけれども時によってはみたいなね、まあそれは多分皆さん同じだと思うんですけど、もう少々のことを夫に相談しなくても家が維持できるようになってきてしまってますので、ただねもうねだからってね夫がいらないっていうわけにはいきませんから、可愛いところもあるんですよ。もうこの前なんかもう車に乗っておりましてね、山道を登っておったんですけれども、ほらドッグランに行く時ですよ、前回の動画のね中指が2回転半した時の山道をね登ってましたら、風がね強かった日がありましたんで、結構木がね道路の方に来てるわけですよ。車に乗ってるので木があっても行くじゃないですか。助手席にね夫乗ってたんですけど、木がバンって当たるたびに避けてるんですよ。すごくないですか、マリオカートにでも乗ってんのかよっていうぐらいの、オープンカーだったら避けると思うんですけどね、反射的にね危なっとか言って、そういう感じの夫です。だからそこでバッカじゃないのっていうふうに思う日もあれば、笑いにしてね追われる日もあるっていうふうな感じの夫婦をやっております。朝からもうマシンガントークということで、全然ですよ、もうまだまだもうというわけで、最初のね冒頭のトークがメインみたいになってしまったら本当に困りますので、ちょっとこの後もいろいろ撮ってみようかななんて思っておりますので、どうぞ最後までお付き合いくださいませ、よろしくお願いします。ちなみに朝ごはんは娘はキティちゃんのマカロニ、ワンちゃんは季節のお野菜みたいな感じです。娘はもうだいたい一人でですね食べれるようになりまして、食べやすいものを与えとけばいい感じです。このコップもねびっくりしたんですけど、いつの間にか自分でこういう風に飲めるようになっておりまして、まあ百発百中ではないですけれども、こぼしますけれども、もう自分で飲めるようになっておりますので、で一丁前に飲んだ後にあーって言います。これもね親の真似なんでしょうけどね、楽しくねなんか食べてくれてるみたいで本当に嬉しいんですけれども、私はこの間にですねいろいろ、まあ、家事をこんな風にですね通りましたね。ババアが帰り危ないですね、帰り危ないですね、はい、また行きましたね、また行きましたね、何があったんでまた来ましたね、すいません、何があったんでしょうね、本当よくわからないです。お水をねもうこぼしておりますけれども、もう注意できないで、ワンちゃんの朝ごはんです。のそのそと、この方はもう非常にマイペースでございますので、朝は眠たいよということで食べてくれるかなと思いきや、とてもね警戒心が強くて、ちょっと秋鮭なんか入れてしまった日にはもう警戒して食べるまでにすごく時間がかかってしまいます。よーく見てみるとこういう風に私がとんがりコーンを食べる食べ方でマカロニをこうやってね指でね入れてこう食べてるのが、まあこれも遺伝なのかなという風に思っておりますけれども、これが朝も一段落したところですね。もう大体こんな感じで毎日過ごしてます。皆さんボトスファミリーってご存知ですかね。韓国のアニメなんですけど、もう娘が大好きでそれを見ております。大体ねファミリーって言ったらもう私なんかはやっぱりアダムスファミリーか高島ファミリーかな、その辺しかちょっとよくわかんないですけどね。なんかボトスファミリーっていう韓国のイロマンビジルディボトスファミリーイムニダみたいな感じのやつですね。 YouTube だったりプライムビデオだったりで見せております。腕をね後ろに組んで教頭先生みたいなスタイルで見るのが娘的には流行ってるみたいですね。はい、私も着替えまして、娘はもう朝寝しましたので、ちょっと股関節のストレッチなんかやっちゃおうかなということでやっておりますけれども、かぼちゃのスープを作っておりましたので、これを朝ごはんにしたいと思います。そうこうしてるうちにもう娘が起きてきまして、
このねタブレットの触り方もね多分私の真似だと思います。肘ついてね本当に怖いですね。こちらは娘はあの昼ご飯はおにぎりと、私はもやしとえのきとウインナーでなんか焼肉ランチみたいな感じで食べました。おにぎりはねワンちゃんにはあげないよということで、でこうこうしてましたら、はいお察しください、ワンちゃんのせいではないんですよ、ワンちゃんのせいではないんですけれども、いろんなものがこぼれまして、娘はですねこういうふうにティッシュを渡すと拭いてくれます。これもね私がねいつも拭いてるからだと思うんですけれども、そしてみんなでお散歩に行ってまいります。その前にですね目標だったマックに今寄っているところですね。娘もおやつにパンケーキ食べるかなみたいな感じでマックに寄ってから公園に行きたいと思います。はい公園に着きました。もうねポテトはちょっとすみません、もうお腹に入らなかったので、この季節限定三角チョコパイをちょっと買ってみました。めちゃめちゃ美味しかったです。3人での散歩ももうだいぶ板についてきまして、私もこうやってねベンチに座ってお茶なんかしたりするような余裕が出てまいりました。この時ですねワンちゃんは基本的に手にリードをしてつないでいるか木につないだりとかもしてます。で娘はねもうとにかく石だったり砂だったりを集めるのが好きですので、もう自由にやらせております。この除菌ティッシュだけ持っとけばうまね、もう公園に響き渡るんじゃないかっていうぐらいの馬でしたけれども、いいんですいいんですいいんです、もう誰もいませんから田舎の公園なんて。帰ってきたんですけど、もうほぼランボー、ほぼシルベスタです。なんかえらい強そう、強そうにね見えますよね。もうね2人とも寝てくれましたので、もうこれあのすいません、取るから取るから取るからからっただけですからね、常にこれなわけではないので、もう本当にもうずっとずっとこれ食べてます。秋花粉流行ってますよね。スーパーでこれを探したら残り最後一袋でしたもん。これ舐めてる時はねすっきりするんですけど、舐め終わった瞬間にダメなんですよ。ずっと舐めとかなきゃいけなくて、おばちゃんの匂いがするんですよね。ちょっとだけ休憩してまた戻ってきます、すいません。いつものラミーとコーヒータイムでございます。でワンちゃんもねもう疲れてこんな風に寝ております。で娘ももちろん2階で寝ております。で私はあのやっぱ足りなかった、ラミーでは足りなかったということで、ハロウィンの時のお菓子をですねポテコをちょっと拝借しまして、食べながら夕飯を作っていきたいなと思います。もうこの日はですね朝言ってました通り唐揚げとサンマで決めてましたので、あとはもう残り野菜で味噌汁さえ作っておけば娘は飲みますので、娘はですね味噌汁が大好きで、味噌汁にとにかく何でも入れてやればもう食べるようになりましたので、ほんとちょっと楽になってきてます。あ、ババアちょっと寒かったみたいですね、すいません、ちょっと1枚上着が増えてますが、ババアちょっと寒かったバージョンということで、これは多分もう夫が帰ってきてるんじゃないかな。サラダができましたと、サンマが焼けましたと、唐揚げも揚げましたということで、まあ、味噌汁見せようと思ったけどこぼれましたということで、どうもありがとうございます。皆様チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。また次の動画で。